こんにちは。今日はね、とてもいい天気、12月とは思えないぐらい暖かくてね、いい天気なんですけどね、この音で分かる通りめちゃくちゃ風強いです。せっかくね、この天気もいいんでね、海でドローンを飛ばそうと思ったんですが、多分ね、今風速10メートルぐらい、10メートル以上、9、10、もしかしたら10メートル超えてるかもしれないですね。アクアラインの風速計で多分今11メートルって出てたと思うんで、この辺もそれぐらいあるかもしれないですね。かなりね、こう普通に立ってでもこう体が斜めになります。そんな状態です。一応マビックミニ5メートル以下って言ってたかな、風速。一応トイドローンはね、5メートル超えの風速5メートル超えでは飛ばさない方がいいとはなんか言われてますよね。飛ばしてもどうなっても知らないよみたいな。なんでね、あえてこの風の中飛ばしてどれぐらい安定した飛行を見せるのか、このトイドローン界の革命児マビックミニのこの強風の中の飛行をちょっと実証してみたいと思います。さあ、それでは飛行を開始してみたいと思います。はい、ホバリング開始。もうホバリングしたみたいした時点でこの感じですね。この触れ方、もうここに位置に留まってるのが、今ね、ちょうどドローンから見て、マビックミニから見て向かい風です。こう向かい風に逆らってなんとかこう姿勢を保とうとしてますね。どうでしょう、これでも映像は一応この送信機の映像を見る限り安定した映像になってますね。どうでしょうか、このブレとこの映像見比べてみてください。どうでしょうか、かなり安定した、そんなことに見えはあるけど、とても強風の中で飛んでるとは思えない感じですね。いや、すごい、これだけこの三軸のジンバルが効いてるんでしょうね。すぐ前の船を、船にカメラが向いている状態な、まっすぐと前の船に向けてカメラが向いている状態ですが、どうでしょうか、かなり安定してるんじゃないですか。ちょっと高度上げてみますね。ちょっと高度上げてきます。高度上げる、やっぱ高度上げてるとき、ただホバリングしてる状態よりもこう機体の動きは安定してる感じしますね。やっぱその場に留まろうとする方が無理がかかるみたいで、もうこんな機体斜めになってます。今の状態でこう斜めになったり、もうブン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 飛んでますが、カメラは安定してますね。一応もうこちら送信機には強風警告出てます。かなりね、モーターには負担かかってるのかなって感じしますね。はい、というわけでちょっと着陸します。着陸はどうでしょうか、この風の中無事に着陸できるんでしょうか。素晴らしい、ピタッとブレなく止まりました。このマビックミニの性能はかなりこのスペック公表されてるスペック以上のものがあるんじゃないですかね。かなり革命的なドローンだということが実証されたと思います。